クリスチャンのより道を聞きの皆さんこんにちは前田明美と言います今日はマイナスが神様によってプラスになった経験談パート2ということでお話しさせていただきたいと思います前回次男の高校受験で行きたい高校に推薦で受験できることになったお話をさせていただきましたが今回はその続きのお話をさせていただきたいと思います 行きたい高校に推薦で受験できることになりあとは面接と作文の試験を受けることになっていました一般的にはもうここまでくればよっぽどのことがない限りもう大丈夫という感じで次男のために祈ってくださっていた方々にももう大丈夫そうですと伝えていましたそんな感じで受験日が近づく中 いよいよ受験の前日となりましたいいよいよ明日という中準備はもうできたかなと思っていると次男がやってきてこう言いました「なんか熱っぽいかも」「測ってみると39度ありました」「よっぽどのことが起こった」と最初は動揺したのですが神様が すべてのことについて感謝しなさいという聖書の言葉を思い起こさせてくださりこのことが許されたことも感謝しましたそれは悪いと思えることの後ろにも神様は最善の計画を備えてくださっているからです次男はここ数年熱を出したことがなく数年前家族全員コロナに感染した時も 1一人だけ無症状で熱も出ませんでしたそんな久しぶりの熱が高校受験の前日にやってきたということに少し戸惑ったのですがこの中で神様に祈りました迷った時も神様に祈って聞くということを聞いているので神様に何か間違っていたのでしょうかこのまま進んで大丈夫でしょうかと正直に祈り 神様に聞いていてきました。そして主人も一緒に次男の癒しのためにまた受験のために祈りましたその中で不安や迷いは消え神様がここまで導いてきてくださったこと次男のことをとても愛しておられ祝福してくださっているのを深く感じることができました 受験当日はまだ熱があったため高校に連絡すると試験日を数日後に延ばしてくださりその後順調に回復しましたそして無事受験することができ合格することができました面接は中学でも対策してくださって問題なく進んでいたのですが実は作文の準備のためにはもう数日欲しいと次男も思っていたようで その数日伸びたことも益になりましたまた受験日が伸びたことによりちょうど主人の給料日と同じ日になり入学手続きの面で経済的にも余裕ができそのことも益になりましたまたもう一つ面白いことがありましたもともと受験日は私も仕事の休みを取っていたのですが 受験日が変更になったことによりその変更になった日は仕事が入っていました朝次男を送り出してその日のうちに合格発表があるので休みを取りたいと思っていたのですが日も迫っている中急に休みを取るのは難しいという状況でしたなかなか言い出すこともできずどうしたらよいかと困っていたのですが このことも神様に感謝し休みが取れますようにと祈りましたすると祈った数時間後職場のある方から突然連絡が来ました「急で本当に申し訳ないけれどこの日とこの日をシフトを交換できませんか?」という連絡でした話を聞くとその方が休みを取りたい日が 私が休みを取る代わりに入りたいと思っていた日でその方が「この日なら代わりに入れます」と言われた日が私が「休みを取りたい」と思っていた日でした神様に祈った結果何も状況を知らない方が向こうから「私の希望ぴったりの条件で変更してほしい」と言ってきてくださりまさに祈りの答えでした それまでその方からシフトを交代してほしいと頼まれたことはなくおまけに変わってくれたお礼にと後日おいしいお菓子までくださいましたこのことを通して神様に祈りより頼むことができるのは本当に大きな恵みであると改めて実感しました神様は次男の受験を通しても 最後の最後まで祝福を与え続けてくださいました。マイナスに見えたことはすべてプラスとなり、私たちにとって最善であったことを知りました。神様に心から感謝いたします。最後まで聞いてくださりありがとうございました。それではまた。